10月、はい、あすごい固めるわー、はい、すいませんすいません、はい、はい、どうも、また室内じゃないの。でも、まあ、今回は僕映ってるんで、はい、はい、まあ、10月も入りまして、まあ、秋も本番ということで、はい、長崎エギングコンベンションまで1ヶ月ちょっととなりましたよ。よし、我々もね、はい、フィールド調査ということで、はい、回ってますけど、はい、両肩のアオリイカもちょいちょい釣れてるんで、うん、いい感じですよ、はい、あー楽しみ、バッバッ、いったいったいった、ないのよ、暴力いない、ね、楽しみ。まあまあ、秋といえばですよ、ほい、まあ、エギングもしかり、食欲の秋ということで、イエー、お、食欲好き、いいじゃない、食欲の塊食欲の塊ですね、食欲の塊。ちょっと質問があるんですよ、はい、あなたたちに、はい、釣ったイカ、はい、どうされてます、食べてます、最近食べてないね、食べてないでしょ、うん、それなんで食べてないか分かってるんですよ、何、飽きてるでしょ正解だ、うん、イカの味を覚えちゃってるからね、そうよね、脳みそがね。で、そんなあなたたちに吉報です。おお、はい、こちらドン、安丸のスパイスだし、こちら最近僕がハマってる調味料でして、探して出会った商品でございます。スパイスなのね、スパイス、すごいうまい。へー、これ高橋商店さんっていうお店ですね、の商品です。とこちらドン、安丸だし、だしになってるんですよ、これティーパックみたいになってて、うん、中にこうだしとか調味料がいっぱいって詰まってるやつ、なるほど、じゃあ開けてみますよ、これ、はいはいはい、魚の匂いです。あーすごいすごい、うん、そうでしょ、美味しそう、もう匂いが美味しそう、食べたいでしょ、食べたい食べたいでしょ、食べたい。ということで今回はですね、はい、お料理をしたいと思います。おー、久しぶりクッキング、いいじゃない、しかも僕が振る舞います、美味しいも、はい、ぜひねちょっと食べていただきたい、いや、まあ、マジでうまいんですよ。ということで、はい、調理はレッツゴー。はい、ということで、調理場へ来ましたよ。まずはね、まあ、イカの天ぷらを作っていきます。切っちゃってるからね、下ごしらえがもうバッチリだから。お、よしよしよし、おお、あ、天ぷらっぽい、あちゃ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 ち、 GoPro も入れたい、ダメ時間は怖いね、知らないわよ、お皿持ってきなさいよお皿こんなもんでいいのかもしれない、チコみたいになっちゃってる。いやでも、わしっしちょ、一回抜きなさい。あ、何を、上がったやつをよ、何をよ、上がったやつ、まだ持ってきてるわよ、ジョムが今から。これちょっと、おしゃれにしちゃったおしゃれにしちゃったいいじゃない、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 めちゃくちゃいいじゃない、これいいバッチリじゃん、売れる、売れる、売れる、あぁ、ほら危ない、危ない、これ揚げ物してる時は危ないじゃない、これ、天ぷらのさ、イカの天ぷらのさ、うん、跳ねない方法ってあるとね、先に教えなさい先にほら、ほらよ、あ、怖い、怖い話しなさいよ、この熱いのよもう、でもひっくり返さないと、あなた何、まだじゃない、本当、じゃ強火にしなさいよ、そこで、いや、別にしなさいよ、あんたがなんで強火にする必要があんのよ、あげないわよ、もうやりなさいよ、おー、見つかった、言ったじゃない、今の来るわよって、あ、危なすぎるわよ、それ短いのよ、もうこれが短いのよ、見事、あれ、おいし、はい、続きましていきますよ、早い、何ができるでしょうか、はい、こうオリーブオイルね、はい、これ何、はい、ニンニクのみじん切りです、はい、ニンニク入りました、はい、ニンニク入りました、はい、ニンニクはもうすでに僕が言ってもね、うん、ね、美味しい匂いだもんね、うん、ここ次これか、おー、はい、タカノミちゃん、タカノミちゃん、イカちゃん、でもイカちゃん、もうイカちゃん入れる、もう入れちゃう、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 どんくらい入れる、全部入れちゃう、入れちゃう、バーン、全部入れちゃう、全部入れちゃう、美味しい、絶対見えてる、油に香りつけてるんでしょ、そういうことです、イエス、
早い。塩コショウいいの？バカでー何のためのこれよ。バカなんだから。見ときなさい。全部行くの？全部行こうよ。あ、ほんと。いや、すまんな。しちゃうわよ。茹でてたのよ、先にね。茹でたろよ。これそれダメなやつだよ。そうよ、よくわかったじゃない。ティーパック、こんな感じでティーパックになってるんですよ。はい、これをね、もう破っちゃう。破って、ドンドン。一袋？一袋。もう一袋いきます。はい、2袋。2袋ね。はい、この量なら2袋の1枚、2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 枚。いいじゃない。このイカはですね、あの、エギング日記の時に釣ったイカですね。この間、さすが。最後にですね、はい、のりちゃんこうやってネギもいく。ネギちゃんもいっちゃうと。なるほど。はい、完成でございます。いいじゃない。でイカの天ぷら、こちらがね、イカロンチーノですね。イカロンチーノ、はい、上にね、あの、刻み海苔と、青ネギ、小ネギですね、まぶしております。で、この天ぷらですね、こちらを振りかけてお召し上がりいただきたいと思います。やつまるだし。はい、完成ということで。はい、はい、やっと食べる。やっと食べる。今帰った。食べましょう、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 食べましょう。だしスパイスかけるだけでいいのよ。わー、すごい。結構美味しいわよ。いいの？こんぐらいかけても結構多めが、ちょっとおすすめね、私好みだけども。うんうんうん、いい音。わあ、わあ、すごい、すごい、すごい、いいでしょ。だってめちゃくちゃうまかったから。食べたくなるじゃない、私も。超えてくるね。そうなのよ。匂いだけ言ったらね、あー、うん、なんかこう、あの、魚の粉末な感じかなって思うじゃない。魚粉系のね。え、舐めないで。舐めないで。群抜いてくるよ。そう。うん。つけて。これ相当うまい、これマジで。またお口来てまたおいしい。うまい。ほんとにね。ね、これ最初ほんとに魚粉系やな。あれ、あれ、スパイス食えやん。来てるじゃん、来てるじゃん。そうなの、スパイスがね、ちゃんと効くのよ。すごい、おいしい、これマジで。飲みたい、飲みたい。これね、アルコール。いやいや、ワンカップ、ワンカップ。これおいしいじゃん、これ。続いて、はい、イカロンチーノいただきます。とりあえずいただきます。はい、ちょっとこれイカも一緒に行きたいから、うん、そうね、行きます。いただきます。うん、うまっ。うっさぁ、ほんと。いや、和風のペペロンチーノ。そうなのよ、和風ペペロンチーノ。ーもうな、マジでお店で当てるよ。ペペロンチーノなんだけど、うん、ちゃんと和が来るのよ。私も言うてもちょいちょい料理しますからね。確かにね、だし一個で変わるなんて。なんせ優しい、優しい。こっちより優しい感じするもん。確かに和風でね、おいしい。うまいでしょ、うん、うまい。これが安丸だしの力です。です。なめてたらやばいよ、皆さん。本当にそうなのよ。味付けだって安丸だしだけだもんね。そうそう、それこれだけ。おいしい。でも食べていきましょう。食べてよ。よし、実食。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おいしかった。おいしかったね、安丸だし。でしょ、うん、うまかったね。舐めとった。舐めとったね、うん、そうなの。超えてくるわね。エギンガーの方よくね、うちの番組こう見てると思うんですけど、ね、もうイカ料理飽きてると思うんで、うん、ぜひお試しくださいということで、はい、このスパイス美味しかったよね。スパイスマジで美味しかった。うんうん、だしだけじゃないよね、うん、スパイスがちゃんとガーってくるもんね。唐揚げとかでも全然そう、いいよね。いいってことで、はい、今回はお前らみたいなもんに料理を振る舞ってみたという動画でした。気になる方はあの概要欄に、はい、安丸だし、掲載してますんで、はい、確認の方よろしくお願いします。お願いします。それでは我々、11月9日、はい、10日、はい、長崎エギングコンベンション、コンベンションボリューム2、はい、はい、気合い入れてやっていきますんで、はい、お楽しみください。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。